こんにちは、皆さん、歴史チャンネルへようこそ。今回は、西郷隆盛、彼が歴史に残る理由とは、謎多き英雄の生涯に迫るというテーマのもと、西郷隆盛について解説していきます。日本人であれば、一度は西郷隆盛の名前を聞いたことがあるのではないでしょうか。東京都の上野公園や鹿児島市の鹿児島市立美術館、鹿児島県霧島市の西郷公園など、東京、鹿児島に銅像があるくらい、西郷隆盛は誰もが認める偉人ではないでしょうか。また、西郷さんなどと親しみを持って呼ばれています。そんな西郷隆盛は、幕末から明治時代初期にかけて活躍した歴史人物です。具体的に何をした人なのかを、生涯を通して一緒に見ていきましょう。西郷隆盛は、1827年文政10年12月7日、薩摩国、鹿児島城下の下鹿社町で誕生しました。幼名は小吉と言います。薩摩藩に仕える父、吉兵衛は勘定方小頭。という、現代でいうところの経理、会計係を務めていた人物でした。西郷家は、御小姓組という、城下に住む武士の中では下から2番目の家柄だったとされています。つまり、修行の少ない下級武士でした。ちなみに、修行とは大名から家臣に与えられる土地の支配権のことを言います。さらに、その少ない修行さえも、借金のために売り払っていたくらいに、貧しかったと言われています。その理由の一つに、父の吉兵衛の子供は、長男の小吉、後の西郷隆盛をはじめ、全部で7人いました。父の吉兵衛と、西郷隆盛の母の両親も健在だったので、西郷家は11人という大家族でした。使用人なども含めると、16人もの大所帯だったと言われています。そのため西郷家の人々は、極貧生活を強いられていたのでした。貧しい家庭に育ちましたが、西郷隆盛は幼い頃からしっかりとした教育を受けていました。5歳の頃には儒学を学び始め、7歳になると、御中に入ったと言われています。ちなみに、御中とは、武士階級の子供を教育するシステムであり、貧しかった西郷も立派な教育を受けて育ちました。当時、薩摩には、居住区で分けられた、御中ごとに、年長者が年少者を指導や教育をする、自治組織が存在していました。少年時代の西郷隆盛は、下鹿社町、御中に所属していて、大久保利通らと共に、学んでいたと言われています。ちなみに、大久保利通とは、同じ町内で育った幼馴染であり、西郷隆盛が、大久保利通より3つ上の先輩にあたります。また、19歳の頃には、偽頭というグループのまとめ役に選ばれており、隆盛の弟である西郷嗣道らの指導も行ったとされています。この、御中教育の中では、学問以外に相撲など、他の御中と競う機会も多かったとされており、自然と御中同士は、ライバル意識を持つようになっていました。その結果、御中同士でのいさかいが起こることもあったようです。大きな出来事としては、西郷隆盛が11歳の頃に、他の御中の少年と喧嘩になった事件があります。その喧嘩によって、西郷隆盛は運悪く右腕を切られてしまいました。3日未満、高熱にうなされた西郷隆盛でしたが、一命だけは取り留めることに成功しました。その事件により、右手の神経を痛め、刀剣がうまく握れなくなってしまったとされています。この出来事がきっかけで、西郷隆盛は武士の命ともいえる、剣術を諦めることになりました。その代わり、学問によって身を立てようと、読書や習字などに、より一層、励むようになったと言われています。時は過ぎ、青年となった西郷隆盛は、1844年、弘化元年に、高利方書役助けという役職に就きます。ちなみに、高利方書役助けとは、農政全般を担当する役職で、主な仕事は農村の徴税役です。高利方書役助けという役職の年俸は、4石という薄給で、しかも出世の見込みはないとされていました。しかし、西郷隆盛はこの仕事を、10年間続けました。
しかし、安い給料、そして出世から遠い役職であったとしても、良かったこともあります。それは西郷隆盛の上司であった、迫田と支那利の存在でした。当時、薩摩藩の農政は問題だらけでした。役人が、百姓から賄賂をもらって、年貢の量を加減することもあれば、年貢を割り増して徴収し、自分たちの懐に入れることも許されるというありさまだったといいます。さらに藩は、たとえ凶作であったとしても、百姓たちに非常に厳しい年貢を課すというやり方でした。そのような状況に立ち向かったのが、上司の迫田と支那利でした。高利奉行であった彼は、不正を行った村役人を罰し、ついには藩のやり方に行き通って辞職してしまいます。多感な青年期にこの姿勢を学んだ西郷隆盛は、農政に関する意見書をたびたび藩に提出するようになりました。西郷隆盛から提出された意見書は、とある人物の目に留まることになります。その人物とは、聡明で、誉れ高いとされていた、薩摩藩、第11代藩主、島津斉彬でした。島津斉彬は、第10代藩主、島津斉興の長男であり、曽祖父は、学問好きの乱癖、オランダ流としても有名な、第8代藩主、重秀でした。そんな重秀に溺愛され育った斉彬も、やはり懐明的な人物だったと言われています。薩摩藩第11代藩主となった島津斉彬は、藩政改革を実行します。富国強兵に尽力し、優秀な人材を積極的に登用しました。そして、7年半という短い間に、薩摩藩を軍事大国へと押し上げることに成功したと言われています。この優秀な島津斉彬なくして、西郷隆盛は、歴史に名を刻むほどの大人物にはなれなかった、と言われています。1854年安政元年、西郷隆盛は中岡将という、藩主の雑用を行う役職に就きました。そして、女王とも江戸詰めを命じられ、島津斉彬の参勤交代の行列に、加わることになったとされています。さらに、江戸に到着して間もなく、藩主の秘書、兼ボディーガードを務める、庭方役を拝命されます。こうして西郷隆盛は、藩主、島津斉彬のそばに仕えるようになったのでした。西郷隆盛は、島津斉彬からの、命によって、各方面へと派遣されます。西郷隆盛の人格や思想に多大な影響を与えたという、水戸藩士で、学者の藤田東湖や、越前藩士の橋本早苗らと交流したのもこの頃だと言われています。また、島津斉彬の養女である、篤姫、天璋院と、13代将軍、徳川家定の縁組にも尽力します。こうして、西郷隆盛は、島津斉彬の下で人脈を広げるなどし、政治家として成長していったのでした。そんな中、この時、病弱だった、将軍、徳川家定は後継ぎが望めない、という状況にありました。そこで勃発したのが、将軍軽視問題でした。島津斉彬らは、水戸藩主、徳川斉昭の子である、一橋慶喜を次期将軍に擁立しようとしていました。これに対抗したのは、紀伊徳川家の、徳川義臣を擁立しようとする、南紀派と呼ばれるグループです。この問題は、1858年、安政5年、南紀派であった、彦根藩主、井伊直弼の大老就任によって、決着がつきました。井伊は強引に、次期将軍を徳川義臣と決定してしまったからです。そんな中、島津斉彬は突然亡くなってしまいます。死因は、コレラ、赤痢であったことが有力視されていますが、あまりにも突然の出来事であったことから、当時は、毒殺説が囁かれたと言われています。この島津斉彬の突然の死は、西郷隆盛を絶望の淵へと追い込んだとされています。しかし、その状況から救ってくれたのは、篤姫の輿入れで奔走していた頃に知り合った、月照という僧だったと言われています。一度は殉死するとまで決めた西郷隆盛でしたが、月照の説得によって、島津斉彬の遺志を継いで国寺に身を捧げることを決意したとされています。江戸幕府の大老、井伊直弼による、安政の大獄、開国反対勢力への弾圧が始まると、
一橋慶喜の擁立を手助けしていた月商にも追っ手が迫りました。そこで西郷隆盛は凡人でもある月商を薩摩にかくまうことにします。しかし、いざ薩摩へ戻ってみると、指名手配されていた月商の受け入れは、あえなく拒否されてしまいます。そして、月商は、日向への追放が決定してしまうのでした。日向に追放するということは、単なる追放ではなく、国境で切り捨てることを意味します。その役を命じられたのも、西郷隆盛でした。1858年、安政5年、11月15日の真夜中、西郷隆盛は、月商のいる旅籠へ向かいます。そして船に乗り、錦江湾、鹿児島湾へと出ます。藩の決定に憤りを感じるとともに、自らの責任を痛感していた、西郷隆盛は、月商と固く抱き合い、海に身を投じたのでした。しかし、同乗者によって二人は引き上げられました。この時、月商はすでに絶命していたと言われています。西郷隆盛も虫の息でしたが、その後、奇跡的に蘇生します。この受水事件を受けて、薩摩藩は、西郷隆盛が幕府に捕まらないよう、月商と共に死んだことにします。そして、西郷隆盛は奄美大島、鹿児島県南西にある島へと流されることになります。その時さらに名前も菊池源吾と改名したのでした。とはいえ、罪人として流されるわけではなく、口米も支給されることになりました。ちなみに、口米とは給与として支給された米のことを言います。しかし、奄美大島の暮らしには、そう簡単に溶け込むことができなかったと言われています。政治にも関わることができないという苛立ちから、西郷隆盛は精神的に追い詰められるようになっていったとも言われています。そして、島民たちからのまるで流罪人を見るような目を向けられることも、西郷隆盛を苦しめました。しかし、島の子供たちへの教育や理不尽な役人への抗議などを通して、次第に島民からの信頼を獲得していきました。やがて現地の女性、アイカナと結婚します。一男一女を設けたとされています。奄美大島に流されてから3年が経ち、島で穏やかな暮らしをしていた西郷隆盛のもとに、藩からの召喚状が届きます。これには当時、藩政をリードするようになっていた大久保利通が大きく関わっていました。西郷隆盛が奄美大島にいる間、時代は大きく動き出していたのです。桜田門外の変で井伊直助は殺され、尊王攘夷派の活動は活発化しました。さらに言えば、薩摩藩では、藩主の父、島津久光が実権を握り、公武合体へと乗り出した頃でした。ちなみに公武合体とは、幕府と朝廷が連携することによって、政局を安定させることを言います。そこで大久保利通は、島津久光の、速兵状況計画を立てます。これは一橋慶喜を将軍の後見職に、そして松平春嶽を大老にするように、朝廷から幕府に命令させようというものでした。その実現のためには、諸大名や公家との人脈を持つ西郷隆盛の力が不可欠となります。さらに西郷隆盛の見識や経験は、国事修繕に役立つはずと考えました。大久保利通は島津久光に対し、西郷隆盛の召喚を訴えたのでした。1862年、文久2年2月、鹿児島城下へと戻った西郷隆盛は、島津久光の状況計画の話を聞かされます。しかし、当時、人脈も経験もない島津久光には到底無理であるとし、計画に反対しました。このことで、島津久光と対立してしまいます。そうは言っても、島津久光の状況は規定路線でした。到底無理であっても仕方なく先発隊として、下関に向かいました。この時、西郷隆盛に対し、島津久光は、下関で待てという命令を出していました。しかし、下関に着いた西郷隆盛は、尊攘派の志士たちが、今日、大阪に結集しており、島津久光が上洛すれば暴発するかもしれないという情報を耳にします。幕府と薩摩が戦争になるかもしれない、と焦った西郷隆盛は急遽、島津久光を待つことなく大阪へ向かうことにします。
一方の島津久光は、そんなことは知らず、下関に到着しました。自分の命令が無視されたことを知り、さらに、西郷隆盛は、尊攘派を扇動しようとしている。という悪い噂話などもあって、久光の怒りは爆発したといいます。このことから西郷隆盛は捕らえられ、奄美大島の南西にある、徳之島への遠島処分となってしまいます。奄美大島より召喚されてから、わずか5ヶ月後のことでした。西郷隆盛は、奄美大島の時とは状況が違い、罪人として島流しになりました。そのため、代官の監視を受けての生活を余儀なくされましたが、島の役人の子に読み書きを教えたり、狩りや魚釣りなどをしたりして、楽しく過ごしていたと言われています。さらに、奄美大島に置いてこなくてはならなかった、妻の愛がなが、徳之島まで子供たちを連れてきたこともありました。しかし、徳之島に流されてからおよそ2ヶ月、さらに南西にある、沖永良部島への遠島という、追加処分が決まります。当時、沖永良部島に流されるということは、死刑に次ぐ重罪を意味していたと言われています。沖永良部島で西郷隆盛を待っていたのは、海辺に作られた2坪ほどの広さの牢でした。壁ではなく、目の粗い格子で囲まれており、雨風が吹けば、牢の中に容赦なく吹き込んでくるような、粗末な作りだったと言います。このような劣悪な環境と粗末な食事により、西郷隆盛は次第に衰弱していきましたが、極限状態にありながらも、西郷隆盛は、牢の中で黙座していたと伝わっています。そんな西郷隆盛の姿に心を打たれた、現地の役人土持正輝は、新たな座敷牢を作るように代官に願い出ました。すると代官もこれを承知し、今度は家の中に牢が作られることになったと言います。そして、この頃、川口説法という流人の学者とも出会い、監視や書の手ほどきを受けたと言います。彼の影響から、西郷隆盛は1300冊以上の書物を読んだと言われています。さらに座敷牢では塾を開き、島の青少年たちを指導するようにもなりました。このように、西郷隆盛が流人生活を送る間、いろいろな事件が起こりました。例えば、島津久光一行の行列を横切ったとして、薩摩藩士がイギリス商人を殺傷した事件の生麦事件、いや、この生麦事件の報復とする、イギリスと薩摩との交戦の薩英戦争や、薩摩藩らによって、長州藩など、急進的な尊攘派勢力が、京都から追放された事件である、8月18日の政変といった、歴史的事件が次々と起こっていました。やがて参与会議が組織されるも、わずか3ヶ月で空中分解してしまいます。こうして島津久光が目指してきた公部合体は完全に行き詰まってしまいます。ちなみに、参与会議とは、朝廷の命を受けた有力大名たちによる合議制会議のことを言います。そんな頃、またもや、薩摩藩内から西郷隆盛を呼び戻す声が出てきたのです。島津久光も仕方ないと、これを承諾し、西郷隆盛は赦免されることになりました。沖永良部島に流されてから、およそ1年半後のことでした。京で島津久光に謁見した西郷隆盛は、軍部駅、検所藩、応接係を拝命されます。紆余曲折ありながらも、西郷隆盛は藩の有力者となったのでした。軍部駅、検所藩、応接係とは、軍の最高司令官、外交の責任者のことを言います。そして時は進み、時代は一気に倒幕へと進んでいくことになります。池田屋事件、新選組が過激攘夷派を襲撃した事件をきっかけとして、長州軍が入京します。これを阻止するため、薩摩藩にも出兵命令が出ました。当初は、その命を拒んだ西郷隆盛だったのですが、薩摩も戦闘に参加して大勝を収めます。そして、長州は敗走します。これが禁門の変です。8月18日の政変から薩摩を恨んでいた長州でしたが、薩摩との確執はこの時決定的になったと言われています。この禁門の変をきっかけに、幕府は長州政党の勅許を得ます。西郷隆盛も、朝敵となった長州の征伐に、初めは積極的だったとされています。
その早期実現のため、西郷隆盛は勝海舟と面会します。すると幕府の重臣である勝海舟は、幕府を批判します。一方、その頃の薩摩では幕府に対する不信感もあり、雄藩連合を目指すことが決まりました。長州政党についても、それまでの強硬路線を改めることになったのです。西郷隆盛は、実質的な最高司令官である、清張軍参謀に命じられました。そして、長州への寛大な処分を行うことを主張しました。清張総督であった、徳川義勝も、これを受け入れます。そこで西郷隆盛は、幕府に従う姿勢を取るように長州を説得しました。そのため、自ら敵地に赴いたとされています。その働きは実を結び、長州に迫っていた清東軍に対して、海兵の命が出ました。第一次長州征伐です。このように、穏便に済んだ長州征伐でしたが、再び幕府の中に長州を打とうとする意見が出始めたのです。そして、二度目の長州征伐が発令されることになってしまいます。またもや長州は追い詰められます。一方、薩摩藩も水戸藩の尊攘派、天狗党が挙兵した事件でもある天狗党の乱における、幸福人の対応などをめぐり、幕府との対立を深めている頃でした。そんな状況の中で結ばれたのが薩長同盟です。海外からの武器調達を幕府に禁止されていたため、武器のない長州藩でした。一方、兵糧米不足に頭を悩ませていた薩摩藩でした。お互いに足りないものを交換し、さらに、武器弾薬の購入、物資の運搬は、亀山社中が引き受けるという、三者が得をする条件が提示されました。それまでは犬猿の仲であった両者でしたが、坂本龍馬と中岡慎太郎の仲介によって、和解が成立します。長州と同盟を結んだ薩摩は、第二次長州征討への参戦を見送ります。とはいえ、長州勢の3500に対し、幕府軍は10万という圧倒的な兵力差がありました。しかし、戦いは長州が有利に進みました。その理由として、長州には薩摩から調達した最新鋭の武器があり、さらに、藩の存亡がかかっている長州側の士気は、幕府軍とは比べようもないほど、高かったからだと言われています。そんな中、将軍家茂が急死してしまいます。第二次長州征討は、まさかの幕府軍敗退に終わりました。家茂の死後、将軍職に就いたのは第15代将軍徳川慶喜でした。雄藩連合による政権奪取を狙う薩摩は、徳川慶喜を追い詰める策を、四皇会議にかけました。ちなみに四皇会議とは、徳川慶喜らの諮問機関で島津久光ら4名からなる合議制を言います。しかし、結局四皇会議も足並みが揃わず、空中分解するという結果になってしまいます。そこで薩摩は、武力倒幕へと路線変更するに至ったというわけです。他方で、それに待ったをかける勢力もありました。土佐藩を中心とした、大政奉還を目指すグループでした。と入っても、薩摩藩士全員が武力倒幕派だったわけではなく、同様に土佐藩士も全員が大政奉還派だったわけではありません。それぞれの立場にいる者同士が、駆け引きを行っていたのでした。そんな中、幕府を倒す大義名分の欲しい大久保利通は、倒幕の密勅を得るために奔走していました。そして、朝廷から、その命が下されたものの、徳川慶喜は、先手を打って1867年、慶応3年、10月14日、大政奉還を上奏してしまいます。これにより、せっかく手に入れた倒幕の大義名分は奪われてしまいました。しかし、幕府が朝廷に、政権を返すことが決まったとはいえ、それを引き継げるほどの政治能力を当時の朝廷は、持っていませんでした。さらに言えば、当時、朝廷内で主導権を握っていたのは、徳川慶喜よりの公家たちでした。そのため大政奉還後も、徳川慶喜は実権を握り続けることになったとされています。そこで、西郷隆盛や公家の岩倉具視が企てたのが、王政復古のクーデターでした。この結果、徳川慶喜よりの公家たちを排除することに成功します。
王政復古の大号令が発せられ、総裁、議定、参与を中心とする新たな政府が発足しました。さらにその夜に行われた古御所会議では、徳川慶喜の次官農地官位の返還と所領の返上が決定します。しかし、松平春嶽らは、徳川慶喜を新政府の一員として迎えようと考えていました。これが認められるとなると、倒幕を目指してきた薩摩としては元も子もありません。次官農地も、骨抜きになるかと危ぶまれていた頃、旧幕府軍による江戸薩摩邸焼き討ちという事態が、起こってしまいます。その後、旧幕府軍は西へと進軍し、徳川慶喜や旧幕臣たちのいる大阪城に入りました。すると、徳川慶喜は盗撮を命じ、旧幕府軍は京へと進軍し、それを食い止めるために、新政府軍は鳥羽、伏見でこれを迎え撃ちます。そして、1868年、慶応4年、1月3日、鳥羽、伏見の戦いが勃発してしまいます。ここに、新政府軍と旧幕府軍の戊辰戦争が始まりました。翌日の4日には、新政府側に錦の御旗が上がり、朝敵となった旧幕府軍の士気は、大いに下がってしまいます。6日には、徳川慶喜が新政府軍との徹底抗戦を宣言するも、その晩には、徳川慶喜自身が大阪城を脱出し、軍艦に乗り、江戸へと帰ってしまいました。その翌日、朝廷からは徳川慶喜追悼令が発せられます。こうして鳥羽、伏見の戦いは新政府側の勝利に終わり、戦場は江戸へと移りました。新政府側は統制大総督府を置き、統制軍は3つに分かれて江戸へと進軍します。統制大総督府下参謀に任命された西郷隆盛は、東海道を下り、徳川氏ゆかりの駿府城へと入りました。そして、3月15日に江戸総攻撃を行うことが決まったのです。一方、その頃の旧幕府側には徹底抗戦を主張する意見もありましたが、徳川慶喜は朝廷に恭順の意を示すことになります。勝海舟に全権を委ねると、徳川慶喜は上野寛永寺で謹慎生活に入りました。ちなみに、恭順とは慎みの態度で従うことを言います。3月9日、幕臣山岡鉄舟が単身で駿府城に乗り込んできます。徳川慶喜、恭順の意を伝える、勝海舟からの手紙を渡すためだったとされています。この時西郷隆盛は、山岡鉄舟の君主への忠誠心に心を打たれたと伝わっています。3月13、14日に、西郷隆盛は江戸で、勝海舟との会談に臨みました。この会談の中で、徳川慶喜を水戸で謹慎させることや、旧幕府側が江戸城を明け渡すことなどが決定しました。こうして江戸総攻撃は中止され、4月11日の江戸無血開城に至りました。とはいえ、新政府に未だ恭順しない者も多く、東京、上野では、戊辰戦争の際に、新政府軍と戦った旧幕府型の武士の集まりである、彰義隊の徹底抗戦で知られる、上野戦争が勃発しています。また、長岡藩と会津藩などは、頑強なまでに新政府に抵抗したと言われています。さらに、東北諸藩の結んだ、大羽越列藩同盟という存在もあり、北陸、東北地方では激しい戦いが繰り広げられました。西郷隆盛も実弟、吉次郎を越後で亡くしています。そして北の大地では、旧幕臣の榎本武揚らと新政府軍が激突した函館戦争が起こりましたが、1869年明治2年5月に降伏し、ここに戊辰戦争が終結しました。一方の西郷隆盛は、庄内藩の鎮圧が終わった後、突如地元、鹿児島へと帰ります。湯治や狩りを行ったり、詩を作ったりするなど、悠々たる生活を送っていたとされています。その後は藩主の島津忠義の要請により、藩政に参画し、薩摩藩の平成改革など、諸改革を行ったとされています。新政府は、再び西郷隆盛を招き入れようと考えていました。その理由は、当時の新政府は逆境に立たされていたからだと言われています。政府の役職者の腐敗や士族の反乱事件などにより、新政府の権威は失墜していました。さらに、
財政難にもあえいでいるという状況だったため、廃藩置県の断行という打開策が必要になりました。ちなみに、廃藩置県とは、藩を解体して全国を新政府の直轄地とすることを言います。廃藩置県を行うということは、旧藩主七藩士たちから特権や経済基盤を奪うことを意味していました。当然、激しい抵抗が予想されるため、卓越した人望を有する西郷隆盛の復帰が望まれたというわけです。そこで、大久保利通は西郷隆盛の弟、継道に対して、西郷隆盛を説得するように依頼します。その後、岩倉具視と共に鹿児島を訪れ、西郷隆盛に中央政界への復帰を正式に依頼したと言われています。西郷隆盛もこれを受け入れます。西郷隆盛は、御新兵という新政府の直属軍を組織し、その軍事力でもって、廃藩置県を行おうとしました。そして、1871年、明治4年、7月、廃藩置県は無事、断行されました。同年11月、岩倉具視を特命全権大使とする岩倉使節団が横浜を出発します。副使として、木戸孝允、大久保利通、伊藤博文らも参加していました。徳川幕府が幕末に欧米諸国と結んだ、不平等条約改正の準備交渉を行うために派遣されたと言われています。一方、西郷隆盛や板垣退助らは、その留守を預かる立場になります。西郷隆盛は、実質的な政府の最高責任者となりました。とはいえ、留守中に政府が勝手なことをしないように、外遊組との間に誓約書が作られました。しかし、留守中政府は地租改正や徴兵制の交付など、近代化政策を次々と打ち出していきました。明治新政府はいくつかの外交問題を抱えていました。そのうちの一つが、朝鮮問題だったとされています。当時の朝鮮は、鎖国状態にあり、日本と友好的な関係をつこうとはしていませんでした。そこで新政府内で持ち上がったのが、静観論です。ちなみに、静観論とは、朝鮮に軍隊を派遣して開国させようという主張のことを言います。この問題に対し、西郷隆盛は、使節を派遣して平和的に、ことを進めようと考えていました。他方で、欧米から帰国したばかりの大久保や岩倉らは内地優先を唱え、西郷隆盛の意見に反対します。一時は西郷隆盛を朝鮮に派遣することが閣議で決定したものの、岩倉がそれを延期するよう天皇に上奏しようとしました。すると西郷隆盛は激怒し、辞表を提出してしまったと言われています。そして、これに続くように政府首脳、軍人、官僚ら約600名も辞職しました。この背景には、政府内における主導権争いがあったと見られています。またも、鹿児島に帰郷した西郷隆盛でした。再び農作業や湯治、狩猟など、悠々自適に過ごします。しかし、鹿児島には、西郷隆盛を追って辞職した者たちも帰ってきており、政府に不満を抱える彼らの存在は、そのままにしておけば、治安を悪化させる恐れがあると感じました。そんな時、西郷隆盛に市学校設立の話が舞い込みました。血気盛んな青年たちの暴発を防ぎ、そのエネルギーを有益な方向に向けるため、西郷隆盛は設立を決めます。こうして設立された私学校では、軍事訓練や漢文、洋画などの教育が行われ、生徒を海外へ留学させることもありました。鹿児島も県を挙げて、これを支援したと言われています。その結果、県の要職に就く私学校出身者が増え、次第に県政を取り仕切るほどまでになっていったのでした。鹿児島でのそのような動きを、明治政府は警戒していました。当時は各地で不平士族の反乱が続いているという状況でした。そして、全国の不平士族たちは、西郷隆盛の決起を心待ちにしていました。もし、西郷隆盛が私学校の生徒らを率いて、挙兵でもしようものなら、政府は大ダメージを受けることが、目に見えていたのです。そこで政府は、鹿児島に大量の武器弾薬があることを問題視します。これらを接収しようとしたところ、反発した私学校の生徒たちが、総務谷にある弾薬庫を襲撃し、武器、
弾薬を強奪するという事件が起こってしまいます。さらに政府はこの事件と前後して鹿児島に密偵団を送り込んでいました。しかし私学校側はこの動きを察知し、密偵は捕まってしまいます。するとその密偵は西郷隆盛の暗殺計画があることを自供しました。これを受け薩摩の士族たちの間に出兵論が高まることになっていきます。そしてもうこれ以上士族たちの不満を抑えることができないと判断した西郷隆盛は挙兵を決断したのでした。1877年、明治10年2月15日、1万を超える薩軍、西郷隆盛率いる旧薩摩藩士を中心とする勢力は、60年ぶりの大雪の中、進軍を開始します。目指すは政府軍が駐屯する熊本城でした。西郷隆盛挙兵の知らせを受けた政府は、すぐに制討令を発します。そして22日、薩軍は熊本城への攻撃を開始します。これにより、日本史上最大の内乱、西南戦争の火蓋が切られました。しかし、熊本城といえば戦国武将、加藤清正の築いた堅固な城です。簡単に攻め落とすことなどできるはずもありません。さらに政府軍は最新鋭の武器弾薬を有しており、薩軍の熊本城攻略はことごとく失敗しました。そこで軍を分けて北上し、各地で激戦を繰り広げるにことなります。そうして起こったのが、有名な田原坂の戦いでした。鉄砲隊と抜刀隊を巧みに使う薩軍に、政府軍は怯えることになります。開始から17日、ようやく政府軍は、田原坂を攻略することに成功しますが、両軍ともに、多くの犠牲者を出しました。田原坂の戦いに敗れた薩軍は、その後、人吉や都城など、南九州各地を転々とします。同年8月16日、西郷隆盛は全軍に解散命令を出します。そして、幹部や精鋭部隊を引き連れ、鹿児島へと帰還する決断に至りました。西郷隆盛と生き残った372名が、鹿児島の城山へと入ると、政府軍はこれを包囲しました。そして、9月24日の早朝、政府軍による総攻撃が開始されてしまいます。西郷隆盛は、腰と太ももに被弾してしまいます。そばにいた別府信介に、もうここら出よか、と言い、首を跳ねさせました。享年49歳でした。西郷隆盛は明治維新の立役者でありながら、逆賊となってその生涯を閉じたのでした。この西南戦争と呼ばれる戦いは、政府軍の圧勝に終わります。西郷隆盛は、立てこもっていた鹿児島の城山で自刃し、武士らしく生涯を終えました。西南戦争は、不平士族による最後の反乱です。西郷隆盛は、自分が武士としての意地を通すことで、不平士族たちに、これ以上の抵抗をしないように伝えたかったのかもしれません。最後に、西郷隆盛は、貧しい下級武士の身分から出世し、新しい国づくりを実現させた明治維新の英雄です。目上の人にも遠慮なく意見できる大胆さと、敬天愛人を地で行く優しさを兼ね備え、日本を良い国にするために人生を捧げました。西郷の死後、明治政府は、ますます近代化を推し進めて、短期間で西欧諸国に追いつくほどの発展を遂げます。新しい国づくりの基礎を作った西郷隆盛の功績をまた学び直してみるのも面白いと思います。そして皆様がこの動画を見て少しでも西郷隆盛の理解が深まればとても嬉しく思います。次回の動画でもさらに魅力的な歴史の物語をお届けいたしますのでどうぞお楽しみに。高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた。